慎太郎の持ち込み企画ということで、制限時間30秒以内に答えをこのホワイトボードに記入で、正解回数が一番少ない人が罰ゲーム。しまってわからん。なんだろう、わかんないよ。これマジ？マジで？森田お前頭悪すぎない？いや、こんだけ正解してたら十分でしょ。逆に希望を与えてると思うんやけど、こんなに実は点数取れへんくて。確かあれなんや。いや全員結構、全員頭いいね。まあ、いや、しんくんと並べるぐらいですからね。発案者。俺頭良くねえよ。うわっ。あ、いいね。え、青色と黄色の。ああ、え、違うな。いいね。え、いや、多分混ぜたことないから分かんねえな。小学校以来、こういう。本当に。じゃあ待って。確かに小学生だな。じゃあ、金変じゃないな。糸か。何言うとんの？あ、言ってもうた。なるほど。6点。もうええわ。さあ。間違えたら、6点。え、これ買った、あ、負けた人があれ？やっけ？まあ、多分な。ありがとうございます。森田しか得しねえよ。暗い。これだ。あ。これだから大丈夫。オッケー、書いたよ。オッケー。はい。いくよ。せーの。森田どうした？黄色はおもろいって。黄色はおもろいって。金はまず、金色はまずないけど、森田の漢字はおかしいって。違う違う、これも諦めた。漢字も違うし、漢字のバランスもなんかぐっちゃぐちゃ。違う、諦めた。緑だよね。これでシンクになっちゃうんですか？緑色ということは、あ、はい、ということは点数が、点数がこれがどうなんだ、わかんないですよ、まだわかんないですからね。まだわかんないよ。おかしいっすか。これはおかしいっす。ねえ、森田。これはおかしい。ありがとうございます。いいじゃん。じゃあもう森田ちょっとこれはずるいから、最後森田だけ問題出してもらって、それ正解したらこの順位確定でいいじゃん。ああ、いい、オッケーオッケーオッケー。サッカーの問題やめてや。これはもう外させないとダメよ。いやー、これはおかしい。ちなみに答えはするけど。確かに俺も。因数分解とかやめてや。回答はするけど、もう実質これは森田だけ。もう、あの、点数とかじゃなくて。なるほど。これ失敗したらお前も負け。これ俺、この回に落ち着けに行ったりしないですからね。俺本気で行きますからね。うん。本気で行って外してくれ、もう。超むずいことが来そうだ。次のうち一番大きな惑星は、あー。地球、火星。ちょうどいい。もう。これはごめん、もうもらったわ。え、これ俺らも書くん？これはもらった、申し訳ないけど。あんちゃん、俺が書かなくていい？俺わかんない。これチャレンジ問題ですよね。これボーナス問題。俺めちゃくちゃ簡単でしょ。いや、もう森田だけ、森田だけでいい。わかりました。 OK俺はマジで簡単。僕これ知ってるもん。なんで？じゃあ森田、どうぞ。ひらがなって言ってんの負けだよ。地球なんだ。出てくるぞ。顔出てきた。マジで？そうなんだ。地球以外の惑星の話じゃないのかね。違うの？マジ？違うよ。地球の方が大きいもん、全然。いいんすか？うん。あ、そうなんだ。そうなん。もう一回行く？もう一個行ってこい。いや、もう。もういいし。お前は笑えやろ。あ、マジか。感想を一人ずつ。じゃあ、とりあえずじゃあ森田の負けでいいの？これはもう森田の負けだから。うんだね。森田の、もう本当プレミアの締め作りのところで。いやー、いいっすね。なんか考えとこ。接戦やったね。すごいな。
お前6ポイントで見たことねえぞ。メンタリティーですよ。10問だから。優勝した感想を一人ずつ。これ誰が優勝？全員じゃない？優勝は。俺から。うん。いや、俺結構わからない問題あったんですけど、あのサッカーのところで稼いだって感じですね、うん、僕は。真面目か。真面目だ。いやいや。何やその顔お前。いやいや。算数ドリル。顔はいいです。顔はいいです。算数ドリルのとかやっぱ解けるようになりたいですね。しっかり。はい。はい。違うんだ。キタロがまあ安定感最初の方ついたって。次俺。そう、ついたね。いやー、夢が叶いましたね、やっと。クイズ番組に出るんで。だからね、規模が鬼小さいからさ。みんな、リバル。第2回やろう、第2回。第2回。やろうやろう、マジで。よく面白かった。問題めちゃめちゃ。雪辱果たすわ。まあ、人増やしてさ。6人とか。そうそうそう、それでも面白いかも。早押しとかでもいいっすね。うん、いや、それは違うと思うけど。違うんだ、やっぱ。ズームで早押し。ズームの早押しはきついで。うん、確かにね。そうだ、ね。電波で全然めちゃくちゃタイムラグあるでしょ。電波問題か。みんな同時に答えるんちゃう。マジ。じゃ最後。俺か。うん、最後あんちゃん。いや、あの、慎太郎が最初言った通りに、あの、一番盛り上がった回になったかな。もう。これ多分ちょっともうあれだね、こういうクイズをちょっとベースにやっていけたらいいかなと思います、うん、まあ次がズームでやるか実際こうねクラブハウスでできるかどうかわからないけど、まあ慎太郎持ち込み企画だから多分慎太郎は絶対いると思うんで、準レギュラーで準レギュラーで本物参加してもらいます。そうそう、人数増やせばまたこのメンバーも集まると思うから。まあでも森田も必要なんじゃない。森田も必要だわ。かませ犬。いや、誰がかませいぬ。終わり終わりよ、終わり終わり。じゃあ、全員最後、なんでなんで変更で締めて。なんで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 ですか本当に変更で締めて。もう一回、あの、感想言ってもらっていいですか。あ、そうですよ。そう、感想か、あとか。楽しかったですね。はい。やばい、それこそ、小学生の感想。紙一重って感じでした。あゆがすごい。決めますか。はい。ということでやってきましたけども、まあ、ビリは森田ということで。まあ、おね、私物プレゼント。まあ、サポーターの皆さんはずっと、ロンタルのない生活をしてたと思うんで、まあ、少しでもこれでまた楽しんでもらえたらと思います。森田の私物プレゼントに関しての応募方法は、あの、概要欄とかに貼ると思うので、よろしくお願いします。まあ、また次回、いつになるか分かりませんけども、またこのゆるい企画を見てもらえればと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。全員何かやる、何かやる、全員何かやる。お前、売れない芸人ぐらいのことやったぞ、今。